水戸芸術関心ボールタワー展望台より望む G1 タワーと旧研究棟 G1 タワーとは日本の北関東の茨城県日立中市下に所在する日立製作所のエレベーター試験棟である2010年竣工、地上高213.5メートル地下深度15メートル日立製作所は G1 のエレベーター技術及び製品を生み出していく ことを目的に建設した。2011年第24回茨城建築文化賞検知事賞受賞。完成時から2015年までは史上最も背の高いエレベーター試験等であった。現在は世界第7位日本企業が建てたものとしては第2位。日立グループ内では第2位。日本国内では第1位という位置づけである。1960年代。 日立は、霞ヶ関ビルディング向け高速エレベーターを開発するべく、水戸工場に地上高90メートルのエレベーター研究棟を建設し、毎分300メートルという従来の2倍の低角速度のエレベーターを完成させた。その後も研究、開発を続け、1993年には低角速度にして、毎分810メートルのエレベーターの開発に成功している。 2000年代になると、アジア、中国の急成長に伴い、世界中のエレベーターメーカーが厳しい競争を繰り広げるようになり、超高層化、大容量化する建築物に対応する超高速、大容量エレベーターの必要性が高まっていた。日本有数のエレベーターメーカーとして、その地位を守り続けていた、日立も、また、世界市場で、 厳しい競争にさらされており、既存技術をもとに安全性、効率性、快適性の向上を図って競争力を高めるべく、日立のエレベーター研究、開発、製造の拠点となっている、水戸事業所に新たなるエレベーター研究棟を建設することとした。その地上高は213.5メートルで、エレベーター研究棟としては世界一の高さである。設計は、 日立グループの建設コンサルタント、日立建設設計と日本のゼネコン、清水建設。工事は2008年3月に着工し、2010年4月に竣工した。投資額は関連設備を含めた総額で約60億円。なお、9等については G1 タワー完成後も引き続き活用され、新旧合わせて、 地域のシンボルタワーとして社会に貢献する方針が示されている。鉄筋コンクリート作りで最高高さは地上213.5メートル、内区体の高さは203メートル、地上9階建てである。平面が区計をしたメインコアウォールが地上203メートル歩く体の中心となっており、地上110メートルまでの低層部には、東寮側に、 エレベーター試験用シャフトを配置し、これにアウトリガーとしての機能も持たせているため、その平面は高層部では区形、低層部では十字型となっている。地上110メートルから140メートルの間には風弧を設け、500年に一度の暴風に耐える設計とした。なお、風洞実験においては1000年に一度の暴風にさらされても、 致命的な結果には至らないことが確認されている。地下は15メートルで直径43メートルの円筒型をしたコンクリート製の基礎が堅固な岩盤に直接乗せられている。さらに地震、強風による転倒を防止するため基礎外周の地中連続壁を岩盤に挿入している。こうした地上、地下部分の構造により太陽年数中に遭遇する可能性の 低い、極まれに発生する、地震動にあっても、主要構造部材は、断性限体力以下に収まることが確認されている。こうした対策を講じても、暴風にさらされた際は、灯が2秒、内視3秒の長周期で揺れ、灯内の居住性が悪化してしまう。これを抑える装置として、塔上部にアクティブマスダンパが設置された。灯の上部、中間。 地上の3箇所に加速度センサーを配置し、揺れを感知した際には重しをモーターで動かし、揺れを収めるというものである。これとは逆に、揺れを人為的に生じさせることも可能であり、地震や強風による建物の揺れを再現し、エレベーターの耐震実験を行うこともできる。超高速エレベーターの開発世界最速の低角速度マイフン1080メートルの 超高速エレベーターの実証実験を行う。既存技術の応用により、超高速での実証実験を行うとともに、振動を抑えるアクティブガイド装置や耳詰まりを防止する気圧調整装置といった関連技術も開発する。大容量エレベーターの開発で開催第9の積載質量5トン、定員約70名、低格速度毎分600メートルの高速。 大容量エレベーターを開発する。ダブルデッキエレベーターの大型化、高速化を図るとともに、木座橋とこのまま高さが異なる。建物向けには必須となる。階高調整装置の試験も行う。日立による G1 タワー以前のエレベーター研究棟について触れる。国部工場エレベーター研究棟日立製作所。国部工場にあった等。1957年10月着工。 1959年の春に完成した。鉄骨鉄筋コンクリート構造で、高さ60メートル、16階建て。研究用として、交流二段速度エレベーターと直流ギアレスエレベーターの二台が設置された。海外から高速エレベーターに対する問い合わせが多くあり、エレベーターの電子制御など多くの課題を抱えていたため、 自社のエレベーター技術の向上を果たす役割を担って建設された。研究内容は直流エレベーターの機関制御、交流エレベーターの着床性能向上、振動、騒音の研究、全自動制御、電子制御による扉の開閉や安全装置の開発であった。1961年の水戸工場完成を機に、 エレベーター開発の拠点が国部工場から水戸工場へと移動。後に水戸工場に新たなエレベーター研究棟が完成すると、国部工場の研究棟は第一研究棟と呼ばれた。水戸工場エレベーター研究棟 G1 タワーの隣にある棟。勝田市下指にて1967年初棟に完成。国部工場にあった既存の研究棟に対して、 第二研究棟と呼ばれた。1963年の建築基準法改正により、超高層ビルの建設が可能になる中、より大規模な研究棟は、エレベーターの高速化を目指す日立の技術者たちに、とっての悲願であり、霞ヶ関ビル向けエレベーターの受注が決定したことも、新たな研究棟建設を後押しする形となった。鉄骨カーテンウォール方式、矢は構造で、 高さ90メートル、エレベーター研究棟としては当時世界一であった。設計は東日建設コンサルタント、指向は清水建設である。地震や風といった問題に対し、地質のボーリング調査や地盤微動測定、コンピュータによる振動解析など、慎重を期して設計されている。特殊 H 型構造を強度部材に取り入れ、外壁は当時最新の 防錆ビ鉄筋コンクリートブロック構造とし、さらに昼間障害標識として紅白に塗り分けられている。高速エレベーターや油圧式エレベーターなど4台を設置。霞ヶ関ビル向きに開発された毎分300メートルという当時日本初の高速エレベーターのテストも行われた。コンピュータによるシミュレーションも行えるようになっており、さらに高速な毎分500メートル級の エレベーター開発も研究棟の完成当時から視野に入れられていた。研究棟での作業は昼夜交代勤務で行われ、その様子はさながら不夜城であったという。ありがとうございます。